お腹すいた。何か食べ物。あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。これでくたばるようだったら、それだけのガキだったということだ。
シュなんで俺様がこんなことを。余ったれたことを抜かすようなら叩き直してやるぞ。面倒かけさせやがる。妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重いか。始末するしかないようだな。ザコが手間を取らせやがって。さて、あの泣き虫のクソガキはどうなっているか。追い詰められて少しはマシになっているといいがな。
すいた。お腹すいたよ。あのクソガキ。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力に欠けるしかない。チッ、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。まったく世話の焼けるガキだ。一つでは足りんか。これだけあれば十分だろう。そうだ君、世話焼かせやがって。怖いよ。お腹すいたよ。あ、リンゴだ。リンゴが落ちてた。ラッキー。ん？あれ？なんで夜なのにこんなに明るいのかな。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。
まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。お腹すいてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。お肉食べたいな。ん？何かいい匂いがするぞ。でもお肉なんてどうすればいいんだろう。魚だったら釣りすればいいけど。よし、僕も頑張れたよね。やったー、お魚さんが釣れたぞ。恐竜さんがいたら嫌だな。やっぱり戻ろう。この先は危ないかな。わっ、すごい木だ。なんだおみやは。うん、
が見れば見るほど若い頃の悟空そっくりだなんや。あいつが言ってた特徴とも合っとるし。ってことはもしかしておみゃが悟空の息子か。うん、僕孫悟飯。ほんではやんじろべ。悟空のやつとは腐れみてえなもんだないや。はっ、ピッコロに目つけられるとはおみゃも大変だないや。いやな、俺もうブルマからよ、孫悟飯の息子がさらわれて大変なのよ、助けてあげなさいよ、なんてガミガミ言われてまってよ、助けに来たってわけだや。でも迷ってまってな、全然おみやが見つからなくて困っとったとこだわ。もう帰ろうかと思ってたところだったから、おみやさんラッキーだったなや。うん、ここじゃ飯にも困るだがや。ええ、まあこの肉は俺の昼飯だからやれにゃけどな。俺が狩りを教えてやるでよ。あ、助けるってそういう。そりゃそうだ、お宮を連れ返したりしたらピッコロに殺されちまうでよ。とにかくそういうわけだ。狩りのコツはちゃんと教えるでよ。狩りのコツはこんな。そんじゃ早速おみやには言う通り狩り。鹿は果物のなってる木の近くにおるでよ。やじろべえさん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。見つからないように後ろから近づかないと。よし、なんと全部捕まえたぞ。はっ、まあ、これなら大丈夫だわ。おめえなら一人でも生きていける。うん、帰っちゃうの？これでもよ、今神様んとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。そろそろ一度戻らにゃならんのよ。そうだったんだ。そんじゃ元気でな。すごい人だったな。食べるものはなんとかなりそうだけど、早く帰りたいよ。なんだ、サイヤ人どもまだ来ていないというのに強いパワーを感じる。確かめてみるか。そのやつが生き返ったわけではあるが、まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。
よう。よう。どこのどいつかわからんが、敵であれば倒すだけだ。人間の村か。あのガキを鍛えるには邪魔になるかもしれんな。手合わせするとなれば、俺の修行の成果を確かめるのにも。いろいろあるよ。毎度。強いパワーを持つやつ、以前の天下一武道会に出ていたやつらか。巨大な木があるな。ほう、見事な木だな。雑魚がいるようだな。すぐに片付けて。卵ごときでは俺は倒せんぞ。ピッコロか。ふん、俺が感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。雑魚なりに鍛えてはいるようだな。随分な物言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。いつか倒さねばならん相手だ。だったらそれが今でもいいだろう。ほう、貴様に俺が倒せるのか。俺は神様のもとで修行をした。そういうことか。そしてその仕上げとして、強者と戦い修行の成果を試すように言われ地上に戻ったが、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる。面白い。退屈していたところだ。相手をしてやろう。貴様は天下一武道会でそんな戦っている。そうだ。あの時の俺では孫の本気を引き出すことすらできなかった。では今がどれほどの力なのか見せてもらう。どうした、俺の本気を引き出してみろ。さすがピッコロ。多少はやるようだが、その程度か。まだだ。止まれ。
しておくか。思ったよりやるな。玉よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、言ってくれるぜ。調子に乗っていられるのも今のうちだけだ。必ず貴様を倒してやるからな。やってみろ。これは凄まじい木の塊だ。
やれやれ。はあ。いや。おい。うわ、ピッコロ。貴様、なかなかの力をつけたようだな。ああ、神様のところで修行したから。そうだ、ちょっと修行の成果を試させてくれないか。その様子では、やる前から結果は見えているがな。仕方ないだろ。俺は一度魔族に殺されてるんだから。魔族は苦手なんだ。ふん、情けないやつめ。だったらその少年ごと叩き潰してやる。かかってこい。くそ、俺だって。そうか、貴様とは一度手合わせしたことがあったな。そうだ、昔天下一武道会でな。じゃあチリッじゃあまた雑魚と呼ばれたいのか。俺を見くびるなよ。なるほど、技、動き、そしてタフさはなかなかだぞ。俺だってあれからも修行を続けてるんだ。止まれ。
少しはやるようになったか。うん。貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だってやれる。二度と死にたくなければもっと鍛えるんだな。そうすれば多少の戦力として期待してやる。くそ、見てろよ、俺だって悟空と同じ無天老師様の弟子だ。絶対もっと強くなってみせるぜ。これは凄まじい木の塊だ。俺の感じたパワーの持ち主が貴様だと。そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたな。そうだ、よく考えたらちょうどいいじゃないか。ちょっと修行の成果を試させてくれよ。何？死にたいのか貴様。神様の神殿で厳しい修行をしてきたんだ。そういうことか。卒業試験に自分より強い相手と戦うよう言われてな。だが今の俺ならあんただって倒せるはずだ。いつまでも悟空に先を越されてばかりの俺じゃないぜ。修行の成果を見せてやる。うん、死んでも知らんぞ。貴様は俺を知っているようだ。当たり前だ。お前が悟空と戦った天界地武道会に俺だって出ていたんだからな。なかなかやるじゃないか。ピッコロ知らんな。生きがる余裕はある。そうだ、思い出したぞ。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。それを言うな。行こうか。負けそうだった。自分の力不足を思い知るがいい。さを思い知ったようだ。おかしいな、こんなはずじゃ。
バカめ、貴様が修行している間俺様が遊んでいるとでも思っていたのか。少々強くなった程度で俺様に勝てるわけがないだろう。言われてみりゃ、そりゃそうだな。命があるあたり成果はゼロではないだろう。一から修行をやり直すんだな。いや、ちくしょう。見てろよ、俺だってやってやるからな。そろそろあのガキの様子を見に行くか。いい加減甘さが抜けているといいが。これは凄まじい木の塊だ。おい、うぐっ。おい、何？いいだろう。おい、あったりめだぎゃ。早く行かねばな。それ以前にくたばっているかもしれん。雑魚がいるようだな。一度休憩した方がよかろう。そこか。
なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違う車両をサービスしてやろう。もしもし、あれ、誰も電話に電話。プッププッ、最高。何？お前何しにここに来た。ほら、海王様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。頼むよ海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせてみよう。え、オラがシャレをか。海王。そりゃ今わしが言ったやつじゃろ。やり直し。誰も電話に電話。そりゃ今わしが言ったやつじゃろ。やり直し。布団が布団だ。プッププッププププッ。笑った。海王様が笑ったぞ。くそ、お前ただもんじゃないな。Thank you.
教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ武術か、それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。今日はどうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。僕をここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ、覚えておけ。ピッコロさん。お父さんが昔戦ったことがあるって言ってたあのピッコロさん。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。よし、そうだ、木のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。手合わせの準備をしろ。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが逃げるなよ。いいな。なんとか飛べるようになれたけど、ピッコロさんと手合わせか。ちょっと怖いな。
兵がもっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ、僕。お前なんか僕がやっつけてやる。ほら、いや、ほら、いや、いや、いや、ほら。逃げずに来たな。始めるぞ。さっさと構えろ。は、はい。見るのではない。感じるのどうしたらいいか考えろ。そして動け。もっと強くない。あとたった6ヶ月しかないんだぞ。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ。まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。そりゃ、おお、あっさりと。まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。
覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。分かってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べるときと寝るとき以外ずっと修行ばかりやってたら強くなる前に僕死んじゃうよ。それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ、どうせならこのまま家に帰って。よし、ちょっと食べ物を探してこようかなーと。ピッコロさんの方が断然強いよ。何年修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。母さん元気かな。お母さんのご飯早く食べたいな。急がないとピッコロさんにバレちゃう。そう、すごい岩の橋だ。どうしてここに？そうだった、いけない。
ヤムチャ様にご馳走を作ろうと思ってたんです。この辺りは新鮮な食材が多いので集めに来たんですよ。そんなわけで僕は食材集めに戻りますね。もう少し集めたいですし。あ、うん、僕もお腹空いてきちゃった。お母さんに何を作ってもらおうかな。やっぱり肉まんかな。うわー、やめろ。やせないぞ。いつか出会うかもしれない。用心しなきゃ。ありがとうございます。それにしてもとっても強いんですね、ごはんさんって。わ、そうなの？気づいてなかったんですか？まるで天下一武道会で優勝した時の悟空さんみたいでしたよ。お父さんみたいに？僕そんなに強くなってたんだ。さすがは悟空さんの息子さんですね。勇敢だし強いし。僕なんか敵も追い払えないくらい全然ダメダメなのに。でも逃げなかったじゃないか。今ヤムチャ様は厳しい修行をしています。だからせめて差し入れでもと思って。それにヤムチャ様は言うんです、お前が期待してくれるから頑張れるんだって。だから僕も頑張らなきゃって思うんです。みんな頑張ってるんだ。いけない、そろそろ戻らないと仕込みの時間が取れなくなっちゃいます。助けてくれてありがとうございました。それではこれで。コロさんは怖いけど、本当に僕強くなってたもんね。もうちょっとだけ頑張ってみようかな。僕もお父さんやピッコロさんみたいに強くなって、お母さんやみんなを守るから。僕が強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。
でもなんとか勝てそう。いらっしゃいませ。ございます。やあ、どうかね。そうじゃな、いろいろあるよ。毎度。いろいろあるよ。毎度。いろいろあるよ。いらっしゃい。毎度。こんにちは。それでは。
あれ？全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした？俺は孫悟空のように強くなりたい。はい。どうした？それでサイヤ人と戦えると思っているのか？ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。何か文句でもあるのか？うん、ありがとう、ピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、
しまった。な、何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロ。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。じゃあな。そして決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。へい。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。ん、見つけたぞ。よーし、ナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。奴らはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。あれみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。こいつら結構できそうだぜ。ん？デジアン、チャオズも。
よう、遅くなったな。ヤムチャさん、ヤムチャさん、ブーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。あの、僕孫悟飯です。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。ご飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はどいつだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ぎぇ、お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。なっ、ヤムチャさん、なんてやつだ、自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ。さて、どいつから片付けてやるかな。ヤムチャさん。
しょうわびやフルマさんたちになんて言いいんだよ。さて、ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。とどめだ！ジャオム！何をする気だ、ジャオス。やめろ、チャオザー、チャオザー。
くだらねえことしやがって。ジャオス、仇は打ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど、やはり無線で聞いた通りドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間？待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ、つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。チキショウ、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。なんだガキ、もう俺たちとやろうってのか。どうした、もうカカロットを待たなくてもいいのか。くそ、何をしてるんだよ悟空。なあ、こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。ああ、わかった。ピッコロさん、残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。本当だ。すごいけど懐かしい木。やつしかいない。孫悟空だ。カカロットか。どれ。ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつだ。バカな、そいつは
何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ん？ピッコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃってドラゴンボールが。てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと？この俺を笑わせやがって、このガキが。お父さんが来るまで僕がやるんだ。俺がやるなら俺だけ。どうせお前らは皆殺しだ。バカだ。ちょいとしぐれちまった。お前の三月に近づいていいんだ。少しはこの俺を楽しませてくれたのな。遊ばせろ。Mm-hmm.